はい、和田さん、はい、今日は今日はこちらです。お、ついに来ましたね、パウル・クレー。はい、はい、パンナッソスエ。これはなんかピラミッドを描いてるのか何を描いてるのか。あ、ピラミッド、これね、はい、うん、なるほど、何を描いているのだろうか、はい、なんですけどね、はい、あ、意外なものを描いてますよ、これは。クレーの作品ってさ、はい、まあ、クレー自身が目指した部分でもあるんだけど、子供の絵みたいに単純ですごく色も綺麗でっていう印象があるんだよね。だからもう子供の絵にシンプルっていう印象があるんだけど、実はこの人ね、カンディンスキー以上に難しい人なんだよ。カンディンスキー以上に理屈っぽいんだよ。でしかもただ単に理屈っぽいだけじゃなくって、理屈っぽいのにポエムなんだよ。もう一番わかんないタイプなんだよ。実はそういう人なんですよ。それでクレーの画風って、まあ、これも含めて画風自体むちゃくちゃたくさんあるんだよ。でもみんな一目で見てクレーだとわかるっていうところがまたすごいんだけど、でも画風は全然違うやんみたいなのがいっぱいあるんですよ。一筋縄でいかない人なんですよ、この人実は。でもまあそんな中でも、まあこれクレー、まあこれここから先多分何回かやることになると思うけど、一作目としてはふさわしい、これ代表作の一つですよ。これはね、1932年、53歳の時に、かちょっと遅いんだけど、実はこの辺りがクレー最盛期なんですよ。一番クレーが良かった時代に描いた作品で、クレーにしては最大級にでかい、1m×1m20 ぐらいなんだけど、クレーの作品って実はほとんど小さいんですよ。これはもうクレーにしては 1m 超えは最大級にでかい作品なんですよ。だから力作と言えると思うんですよね。だからクレーが一番いい時期に描いたその最大級の力作、そしてまたこの作品がクレーの原点から生まれてきた作品だっていう、この3つの意味において、この作品はもう非常にクレーを語る上で重要な作品だと思うんですよね、うん。で、和田がこれピラミッドに見えますって、これは全然的外れじゃなくて、これ1932年の作品って言ったよね、うん、1928年にクレーはエジプト旅行してピラミッドに大層感激して、うん、ピラミッドの絵も結構描いてるんですよ。だからまあそのエジプト旅行で見たピラミッドのそのイメージっていうのは確実に踏まえてるとは思うんだけど、うん、ただタイトルはパルナッソスエっていうタイトルなんだよ。でそれもアルパルナッスムってラテン語でついてるんだよ、タイトルが、うん。でパルナッソスってなんだっけ、ラファエロの時とかもやったぞ、ギリシャ神話でパルナッソスさんには何がいるんだっけ。あのラファエロの絵でもあったじゃん、パルナソスさん、ラファエロの間の私学の下に。おいしいもん出てくるか、出てくるなら待つぞ。ちなみにパルナソスさんこれですよ、実際にある山ですよ、ギリシャに。2457メートル、結構高い山、うん、ここはアポロンを祀る山で、アポロンに仕える芸術の女神ミューズが、ムーサが住む山じゃない。ここになんかアポロンが、アポロンとミスターたちがいた絵を、ね、ラファエロ描いてたじゃん、はい。だけどパルナッソスさんはこんな形なんだよ実際は、うん、それもう、こんなじゃないんだよ、うん。でもパルナッソス絵っていうからにはもうパルナッソスさんなのかなと思うんだけど、うん、いやこんなじゃないよと。しかもこんな山あんのかよ、こんな山見たことある？ないないよね、はい、あるんだよ、クレー描いてるんだよ、うん。ニーゼン山っていう、うん、ニーゼンベルクっていう、これはでもクレーだから、俺木だってこんななってんじゃんみたいなのがこういう風に描いたんでしょっていう思うよね、うんうん。割とねリアルなんだよ。あ、本当だ、これ三角形なことで有名な山なんだよ、これニーゼンなんです。でこの見た目も三角形なんだけど、もっと有名なのは影がもうバキッキリ三角形になるんだよ、ここ。これ影のピラミッドって言われるんだけど、
ほら。おお、すごい。ね、この影のピラミッドで有名な山なんだよ、これ。季節によってもう完全にこの真っ三角の影ができる山なんだよ。で、このニーゼンさんっていうのはクレーの故郷、ベルンの近くにあるトゥーン湖っていうこと、これがトゥーン湖っていう湖なんだけど、この湖畔にある山なのね。それでこのトゥーン湖畔はもうクレーが子供の頃から何度も遊びに行ってる場所なんだよ。だからこういうの何度も見てるんだよ、クレーは。こういう自然が作り出す幾何学的な形っていうのはもうクレーの子供の頃からの原点の一つなんだよね。ニーゼン山の頃からこう大好きだった真三角の山っていうのがまず一つここで現れてるということですよ。だけどこれニーゼン山って言ってないじゃんと、パルナソス山って言っとるやんと、なんでやねんっていうことなんですけども、これはラテン語で言ってるところがポイントなんですよ。アドパルナスムっていうのは、で実はグラドゥス・アドゥ・パルナッスムって、これラテン語で、まあ、パルナッソス山への、まあ、階段っていうタイトル、これ音楽の教本によく使われるの。そういう名前のグラドゥス・アドゥ・パルナッスムっていう題のついた音楽の教科書が何冊もあるんですよ。で一番有名なのは1725年にヨハン・ヨゼフ・フックスっていう人が出した、まあ、音楽の大意法っていうのがあるのね。違う旋律がこう2つ流れてって、それでこう音楽を織りなすっていう、まあ、その教科書、それがこのグラドゥス・アドゥ・パルナスムなの。でもう一つはもっとクレーに近い時代で、1817年にムツヨ・クレメンティがやっぱりグラドゥス・アドゥ・パルナスムっていうピアノの教則本出してんの。今でいうバイエルとかああいうのの感じで、だこれ結構19世紀後半の子どもたちはみんなこのグラドゥス・アドゥ・パルナッスムでピアノの練習したんだよ。だからあのクラシック好きな人はすぐピンとくると思うんだけど、ドビュッシー の、 あの子どもの領分っていう作品集があるんだけど、その中にアドゥ・パルナッスム博士だっけかな、出てくるんだよ。パルナッスム博士、アドゥ・パルナッスム博士みたいな。それはそのピアノの教則本をこう皮肉ったタイトルなんだよね。だからもう音楽、特にクレーの時代、19世紀の後半とか20世紀の初めに音楽やる人だったら、アドゥ・パルナッスムって聞いたらすぐに、あ、音楽の教科書だってわかるんだよ。だからこの絵は実は音楽に関係があるんだよ。どころかもう先に答えを言っちゃうと、和田は何を描いた絵でしょうかって話だけど、音楽を描いた絵なんだよ。どこがやねんってね、どこでしょう。はい、ちょっとまあクレーのまあ人生からこう振り返っていこうと思うんですけどもね、クレーですよ。この人はさっきも言ったように1879年スイスのベルンの近郊でまあ生まれて、まあ、ベルンで育ってるのね、うん、なんだけどお父さんドイツ人なんだよ、うん、でだからクレーもスイスで生まれ育ってんだけどドイツ国籍なんだよ、うん、ここは後でちょっと聞いてきちゃうんだけどね。でお母さんはスイスの人なんだけど、だから両親とも音楽の先生なんですよ、うん、だからスイスの山と音楽っていうのがこの人の原点なんだよ、うん、で両親とも音楽の先生だから、この子もちっちゃい頃からバイオリンやってて、もう10歳でベルン市管弦楽団の非常勤バイオリン奏者になってるんだよ。すごい、やっぱ神童だったんだよ。でだけど一方で絵もこれは親に言われるでなく自発的に子供の頃からよく描いていた。だから音楽も絵も大好き、学校が大嫌いっていう子だったんだよね。で音楽の道に進むか絵の道に進むかっていうことなんだけど、まあ、本人は絵の道を選んで、それで1898年18歳の時に、まあ、当時そのドイツ語圏では一番の芸術の中心だったミュンヘンに行くわけですよ。ところがすぐに美術アカデミー入れなくて、で最初はその、ハインリヒ・クニールっていう風景画家とか、あとヴァルター・ツィーグラーっていう、これ銅版画家なんだけど、その人に銅版画の版画の技術を学んだり、まあ、そこの画塾でデッサンとか学びながら、1900年ですよ、だから20歳の時にやっとそのミュンヘン美術アカデミーに入学して、
あのフランツ・フォン・シュトックの教室に入るんですよ、うん、だからこの時そこでカンディンスキーと同級生なんですよ、うん、なんだけどその時はお互い大して知り合いじゃないんですよ、うん、というのもこの人そこまでしてやっと入ったのにすぐ辞めちゃうの、うん、思ったのと違うってすぐ辞めて国に帰っちゃうんですよ、うん、それで絵で食えないからって言ってベルン音楽協会のバイオリン奏者としてバイオリニストとして飯食いながら、まあ、ちょこちょこ絵を描いて、で一方でそのミュンヘン時代にできた彼女とリリーっていう彼女と遠恋しながら、うん、ベルンでバイオリン弾きながらあの細々と絵を描いてたんですよ、うん、だけどこれじゃいかんっていうことで、1906年だよね、クレー27歳ぐらいなんだかな、同版画集のインベンションっていうのをそのミュンヘンで先生のフランツ・フォン・シュトックたちがやってた分離派、うん、クリムトの時にやっただろう、うん、あの分離派ミュンヘン分離派展で発表するんですよ、うん、でそのまま再びミュンヘンに出て、でそのリリーっていう彼女、この彼女もピアノの先生なんだよ、うん、と結婚してミュンヘンで暮らし始めるのね、うん、でその最初にそのミュンヘンの分離派展に出したインベンションっていう作品集がどんな感じかっていうと、もう今のクレーからは想像もつかない、こういう、もう非常に象徴主義的な、これやっぱりだから先生のシュトックの影響も受けてるんですよ、こういう作品なんだよ。でもうなんかシュールレアリスムの先取りみたいな作品結構書いてるのよ。でちなみにこの作品は乙女かっこ夢を見てみたいなタイトルがついてるんだけど、うん、この乙女ってねドイツ語で言うとユンクフラウなんだよ。これもまた山の名前なんだよ。へえって、あの結構エベレスト並みに有名な山だぞこれ、エベレストとかモンブランとかに言うとモンブランの次ぐらいに有名な山ですよユンクフラウ。この形がなんかこのユンクフラウのあれをイメージしてるんじゃないかとよく言われるんですけど、やっぱりこのスイスの山原点なんですよ、うん、クレーの。ただ画風はもうその後のやつと全然違う、こんな画風もうこれとこれじゃえらい違いだろうっていう感じただしやっぱりこれクレーのあの原点っていうか、この人ねあんだけこうカラフルで明るくてあれ描いてたけど基本暗い人なんだよね。これやっぱりこうスイスらしいんだよねなんか基本暗いんだよ。でこれやっぱり売れなかったですよ、うん、だからもうずっと食えなくて奥さんがピアノの先生してクレーを養ってたんですよ、うん、元祖主婦なんですよ、うん、あの夫の方の主婦なんですよ、うん、クレーって。でさらに1907年ですねに28歳の時かな、長男のフェリックスっていうのが生まれるんですよ、うん、ほら長男書いてもこの暗さだぜでこの子が生まれてからはねもう完全にイクメン主婦、これすごいんですよ。クレーがねまたねその最初に学校に入るためにミュンヘン出てから第一次世界大戦の終わりまでずっと日記を書き続けてるんですよ。それのね新しい役が出たんですよ。これすごい高いんですよまたこれとか読むと分かるんですけども、クレーの育児日記がすごいんだよ。これ自分でフェリックスカレンダーって名前つけてて、もう体重も毎日のように測ってんだよ上の犬歯が生えたとかお腹が張る引きつるような様子、すぐに医者を呼ぶ、干潮と湿布を処方、ミルクを増やしたせいでまた少しぶり返すもうすんごい細かいもう育児日記が書かれてるんで、もうこれ画家を除いてもこの時代の男性が書いた最も詳しい育児日記なんだよ。だから子供生まれてから全然家出れないんだよ細かいよ、もうあの何を喋ったかもう全部書いてあるんだよ。で、あで、れだだ、あだだ、いえ、やで、がい、たい、ディダという、で、ディダと叫ぶ食事を早くもらおうとする時に言うらしい。喋ったり泣いたりする間にディディディデデデイデイ、体長67センチ、意思を強調するエア、エア
しっかり立てたと。もうすごいイクメンぶりなんだよこの人。だからその間もほとんど引きこもりでイクメン主婦なんですよね。日記に詳しく書いてある。この人また理屈っぽい上に記録魔っていうか、ものすごく細かい自分の作品とかものすごく細かく記録してるんだよ。だからもう大変なんだよこの人の研究するの、その資料多すぎちゃって。でまたね時々盛るんだよ、これが怖いんだよ。これあの研究者の人も言ってたけど、この日記ももうみんなその時その時に書いたあれだと思ってるんだけど、後から書き足したりしてる節があるんだよどうも。なかなか一筋縄ではいかない人なんだけどね。まあそんなことをやってるうちに、スイスの高校時代の同級生で画家になったルイ・モワイエっていうのがいるんだけど、その友達でアウグスト・マッケ、っていうあのドイツの画家を紹介されるのね。とそのマッケと親しかったのがカンディンスキーなんだよ。だからもともと同級生なんだけど、ここで初めて再会するんだよ。で、ああ、あの時いたよねって、祝福教室で一緒だったよねみたいな、ああ、あの時の君かみたいなことで一気に仲良くなって、で、実は俺たちあの今度ね、マルクとかね、マッケと一緒にね、アオキシっていうグループ作ろうと思ってるんだみたいなことをカンディンスキーが言われて、あ、じゃあ俺も参加するよみたいなことで、そのアオキシに参加するようになって、この辺からようやくクレーのアートが動き出すんだよ。うん、それでその青木氏はあの自分たちが作品展覧会するだけじゃなくって、いろんな国の新しいアーティストの作品を展示したり雑誌出したりとかしてたじゃない、うん、でそこでフランスの、まあ、モネとか印象派とかゴッホとかセザンヌとか、そのポスト印象主義の画家とかの展覧会をやるんだよ。でその時にドローネの作品をやっぱり借りてきて展示したりなんかしたらね、でクレーはまず最初にそのドローネにやられるんだよ。でドローネに影響されてパリまでもうドローネ訪ねて行っちゃって、だからその時点ではもうドローネキュービズムの画家になってるって。でクレーもキュービズムに開眼するんだよね。でその頃の例えばドローネどんなの描いてたかっていうと、もうこんなどっちが上だか下だか分かんない、もしかしたらこうかもしれないみたいな作品描いてる。ほらこのなんか点描的な技法とかも結構後々までこのドローネの影響って実はクレー受けてるんだよね。だクレーのアートをできていく過程を見る上でこのドローネって実は外せない存在だと思うんだ。あ、これドローネから来てるみたいなの実はクレーの作品の中にいっぱいあるんだよね。でそういうの出てきたんだけどまだ暗いんだよ、まだ暗いの。それでそれが1914年にその高校の時のからの友達のモアイエと、それからその青木氏のマッケと3人でチュニジアを旅行するんだよ、うん、でここで色彩に改変するんだよ、うん、これ有名なこの日記にあるんだけど、色彩は永遠に私を捉えたっていうクレーの有名なセリフがあるんだよ、うん、だけどどうもそれ書き足しらしいっていうのがこの新しい研究で分かったんだけど、そのチュニジアでまあ言うてこんぐらいの明るさなんだけどな、だけどこの頃と比べると圧倒的に明るくなってきてるわけですよ。それでこう色彩に改眼してドローネの影響でこういうなんかキュビズム的なこういうのも取り入れてみたいなんで、もう方向やっと見えたと、こっちやっていうことで行こうってなったんだけど、1914年ですよ、何が起きましたっけ。1914年、はい、第一次世界大戦起きるんですよ、うん、一緒にチュニジア行ったマッケいきなり兵隊に捕らえていきなり戦死、ほいで青木氏の仲間たちね、マッケ戦死、もう開戦直後に戦死で、カンディンスキーはほらロシアが敵国になっちゃったからロシア帰るでしょ、はい、それでガブリエル・メンター置き去りにしちゃうじゃん、はい、もう青木氏もう解体ですよ、機能しなくなっちゃうんですよ。で1916年になるともう一人の青木氏の仲間のフランツ・マルクも戦死、
でクレーもついに招集、ドイツ人だからドイツ国籍だからスイスの人だけど招集されちゃう。ただクレーはラッキーなことに輸送部隊に配属されて後方支援なんだよ。でそっから主権になったりなんかして前線に出なかったから生き延びたんだよ。だけどもう青木氏の仲間マッケもマルクもそこで死んじゃった。で第一次世界大戦で1918年に終わるんだけど、その時ドイツはもうドイツ革命って言われる、ロシアだけじゃないんだよ、ドイツも皇帝倒されて革命が起きてたんだよ。でワイマール共和国っていうのができるわけなんだよね。第一次世界大戦の末期に革命があったのはみんなロシアばっかり言うけど、実はドイツもそうだったんだよ。これは意外に知られてないことなんだけど、そのドイツ革命が起きた時にあちこちでパリコミューンみたいなのが起きるわけ、共産主義者たちが占拠して社会主義的な共和国を作っちゃうみたいな、それレーテって言うんだけど、このレーテをロシア語で言うとソビエトなんだよ。評議会っていう意味なんだよね。だからその評議会共和国みたいなのを作る運動が起きて、実はミュンヘンでもバイエルンレーテ共和国っていうのを作るパリコミューンみたいな、そういうクーデターが起きて、クレーそこに参加してるんだよ、その芸術家行動委員になって、クレーが生涯で唯一その政治的だった瞬間でそこに参加してるんだけど、これもうあっという間にもう秒殺されるんだよね、このバイエルンレーテ共和国秒殺されちゃって、でクレーこれはあかんって言うんで一時スイスに逃げてたの、あの母国に捕まるかもしらんっていう。だクレーって意外に唯一その瞬間だけ政治的な行動をした時期があったわけだ。であっという間に鎮圧されて、で、まあ、ワイマール共和国っていうのになって、まあ、そういうのが落ち着いて、またドイツの文化もその1920年代結構栄えるわけですよ。でそんな時にクレーはバウハウスという学校に先生として来ませんかって呼んでもらうわけですよ。バウハウスはもうここのシリーズでも何度も出てきたら覚えてますか、はい、アートとかデザインとかの学校ですよ、その抽象芸術とかモダンデザイン、モダン建築、そういうものを牽引したドイツの学校ですよね、うん、芸術学校で、さっきのあの息子のフェリックスもまあまあ大きくなってるから、あじゃあこの子もバウハウスで勉強させますみたいなことで、この子もバウハウスに入学して、当時はバイマールに、あったのね、最初ね、バウハウスっていう学校ね。でこれがクレーが生涯で初めて安定した収入を得た時期なんだよ。やっと絵だけで食っていけるという状態です、給料で。やっとかみさんのピアノ教師の収入に頼らなくても食っていける状態になったわけ。でさらにそのバウハウスがあのカンディンスキーも先生に呼んでくれたわけ。それで、あーってカンディン生きとったかみたいな感じで二人そこで会って、それで、まあ、あの25年にバウハウスデッサウってとこに移転するんだけど、その時も一緒に行って、で結構その住むとこも与えてもらってるから、学校の寮、あの宿舎、そこでカンディンスキーと隣になったりして、でも理屈っぽい2人が揃っちゃったからさ、でしかも教えるからむっちゃどんどんこの理屈を2人で磨き合っていくっていうね、もうクレーの幸せな時期なんですよこれ。もうだからその1920年にバウハウスの先生呼んでもらって、25年デッサーとこに移って、だけどこれもバウハウスもさ10年もやってるとさ、うん、派閥とかできてくるんだよ、うん、でクレーまあそういうの嫌いだから、スーッとやめてデュッセルドルフ美術アカデミーってところの先生になるんだよ、うん、ところがこの1930年代になるとドイツに誰が台頭してきますか、まだが知ってる数少ない人が、うん、ヒトラーですか。そう、うん、ヒトラーはこういう絵どうですか。好きじゃない、大嫌いですよね、はい、でこんなことやってるバーハウスみたいな学校どうですか。嫌ですよね、はい、でバーハウスは廃校になるし、あのデュッセルドルフ美術アカデミーの教授もクビになるんですよ。で1933年にもうナチスに追われる格好でまた僕スイスに亡命する。だからこの20年にバーハウスの先生になってから33年に
スイスに亡命するまでこの13年間が最も幸せで安定して油の乗った活動をした時期なんですよ。でこれはまさにその時期の最後に書かれた作品なんですよ。だからこのクレーのいい時期の集大成の作品なんですよ。でこの時もバウハウスの授業とかすごいんですよ。よくそのバウハウスの教科書っていうとね、カンディンスキーのね、点線から面へっていうやつ、これが今でも美術学校でよく教科書に使われたりするんだけど、うん、クレーの教科書っていうのも大概なんだよ、うん、ある意味カンディンスキー以上なんだよ。これがこれ日本で出たやつなんだけど、このクレーが講義用に使ってたノートの復刻版なんだよ、うん、ここクレーバウハウスバイマールって自分で打ってしてんだけど、もうすごいんだよこのノートが。ほいでもう何の授業だかわからないんだよ。もうこれ何の図なんですかみたいな、数学ですかみたいなやつなんですけども、こういう感じで講義をしてるんですよ。でもノリノリなんですよ。でそのノリノリの中でどういうのがこう生み出されていったかっていうと、いろんなクレーの作品が開花するんですよ。例えばこれはさえずり機械ってやつなんですけどね、これは技法的なあれで油彩転写ってやつなんですね。クレーでよく出てくる油絵の転写っていう意味なんですけども、どういうことかっていうと、これはあの油絵の具を紙に塗るんですよ。要するにカーボン紙みたいなのを作るんですよ、油絵の具で。でそれで上からこう鉄筆的なやつでこう描くと、その黒いのが映るだろう、わざとそういうそれをやってこの線を描くんですよ。そうするとちょっとこうかすれとかさ、独特な味出るじゃない。クレーはこの画面にどういう味を出すかっていうのを相当追求した人なんですよ、この人。だからこうわざとこう染み作ってみたりとかさ、わざと古い紙使ってみたりとかさ、画面そのものが、絵そのものが持つ質感みたいなのを相当追求した人で、その中でクレーが編み出してよく使った技法、クレーといえばな技法の一つがこの油彩転写っていう、油絵の具をここに塗ったやつをカーボン紙みたいにしてここに置いてこうやって描くっていう、そのことによって線に微妙なたどたどしさを出すっていう。でこういうなんかよくわかんない空想の機械みたいな、これはここぐるぐる回すと鳥たちがさえずるみたいな、これもまたクレーの大きなテーマの一つだったりするんだよね。こういうのとか、あるいはこれ有名な作品ですよね、ゼネシオって。よくこれ騒ぎくとか訳されたりしてるんだけど、ゼネシオっていうのはまあその学名なんだけど、多分ゼネシオの学名のやつはね、日本でいうノボロギクってやつなんだよね。だからまあその菊の花みたいな自画像的な絵を描いてるんだけど、これも見て分かるように基本丸と四角と三角、カンディンスキーとともにバウハウスでよくこの講義してたこの絵画の基本要素ですよね。それでこうどう構成するかみたいな、それで色自体がどういうふうに配置するのがいいのかみたいな、実はこれこんなシンプルな絵に見えるんだけど、まさにこのバウハウスでのカンディンスキーやクリエイターズの講義の実践というか教科書みたいな作品なんだよね、これ実は。それからこんな感じのね、こうパッと見もう子供が描いた絵かよみたいなやつなんだけれども、これをまたあえてやるわけですよ。この黄金の金の魚かな、ね、こういう作品もうそれぞれに画風違うっちゃ違うじゃないですか、全然これ全然違うでしょ。だけどどれもパッと見てクレーだってわかるっていうね。だからここでもう完全にクレーは自分の芸術をこのバウハウス時代に確立したと言っていいと思うんですよ。それでそんなバウハウス時代にクレーがカンディンスキーと一緒に、ないしはカンディンスキー以上に取り組んでたのが音楽を絵画にするっていうことなんだ。目に見えない音楽を絵で描くとどうなるかっていうことを徹底的にこの人は追求してるんですよ。
まあ、カンディンスキーも自分はバイオリン弾きだったから、あの音楽をどう表現するかっていうとこから抽象化していったでしょ、うん、だけどクレーはいわゆる純粋抽象にはなかなかいかないんだけど、音楽をどうやって視覚化していくかということに関してはある意味カンディンスキー以上にやってるんですよ。で、このノート半分ぐらいそれなんですよ。なんだかはもうわけがわからないんですよ。こんなのさ、こんなページ見てもさ、数学のノートみたいだろ、はい、これ音楽の話してんだよこれ、で この辺見ると分かるんだけど、楽譜が楽譜、これバッハの曲かなんかだと思うんだけど、楽譜をさこう分析してさ、はい、それを色とか形でこうどうなっていくかとかな、これ授業されても困るなみたいな感じなんだよ、はい、あとこれこの形、あの指揮者の指揮棒の動きっていうのはある意味音楽の視覚化じゃないかみたいな、この指揮棒の動きっていうのからこういろんな形が発展していくんじゃないかとかっていう話なんだけど、これもねもうね何度読んでもね意味がわからないんだよ。それでこの下に下がるのが17の力で下がるとか、17ってなんだよみたいな、この元になるね数はね素数が望ましいとかってさ、なんでだよみたいな、全然わかんないんだよ。でどうやらそういうふうにこうやっていくと、このある意味こう音楽の流れていく部分っていうのはこの線でこういうふうに表現できるらしいんだよ。だから多分この絵で言うとこういうところはなんか音楽の流れなんだよ、こう線は。どうやらざっくり言うともう全然わかんないんだけど、どうもこの線っていうのは時間の経過、プレイにとっては時間の経過を表現するもんなんだよ。でこのてて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 てこのいっぱい出てるのはこれ多分音なんだよ。で前後していろんな作品をあの書いてるんだよ、あの音楽の視覚化っていうことでね。これはそのリズミカルな森のラクダっていうやつなんだけど、多分これもだからその五線譜的なとこに木をこう音符みたいにしてある種のリズムを表現してるんですよ。でその中にこうラクダが出てくるみたいな感じなんだけど、でこれは多分こうだね、これ赤のフーガってほらあの旋律をこう追っかけていく、変形しながら追っかけていくみたいな、こういう表現とかリズム、フーガで、このアルパンナスムと同じ年に書いた、これこそどっちが上だ青が上だったような気がする。この作品にはポリフォニーっていう名前がついてんだよ。ポリフォニーあの多声音楽だから、あのアカペラの歌みたいに一つの旋律で来るやつがに対してたくさんの旋律がこう響き合ったり、そこまあフンガとかもそうだけど追っかけ合ったり、大砲だったり和声砲だったりでこう連なって作る多声音楽だよ、それをこれは表現してるんだと言うてはるんですよ。でこれまたあのクレーのこういういろんなややこしい話を集めたあの造形思考っていうね文庫本で、これ2冊、これもあのぜひ読んでいただきたいんですけど、さっぱり何言ってんのかなっていう感じなんですけど、わかんねえよっていうか、何しろこの人はさ、まあもともと自分もね、あの建築的な絵画と詩的な絵画を融合したいって言ってるんだけど、この人の文章自体もそうでさ、哲学とさポエムを融合してるんだよ。わかんないんだよ、ね、ここ、まあ、これもまたいろいろその音楽の視覚化について書いてるんだけどね、こういうこの視覚の塊で、これここに三声のポリフォニーって書いてあるんだけど、視覚の塊でこの音の重なり合いを表現してるらしいんだよ。こういうふうに、まあ、音って重なったり
あるいはこう違う高さになって響き合ったりとかするじゃない、はい、それをこの縦横のこのマトリックスで表してるらしいんだよ、うん、でそこにさらにこの時間の流れのこの線を導入して対策がこれらしいんだよ、うん、もうらしいとしか言えないんだよこれとにかく題名がそのアルパンナスムっていう音楽の教本に使われるタイトルがついてるし、同じ年に書いたポリフォニーっていうのと、まあ、同じ構造だよね、この点描的なあれで書いていくっていう。でそこにこう言ってみればここに線を入れた感じやんか、うん、はい、より音の音楽の流れみたいなのを表現してるんじゃないか。だからこれ言ってみればさ、壮大な交響曲ですよ、うん、無数のこう色と音がさ、色イコール音ですよ、そのがきらめいて、きらめき合って響き合ってこう流れていくっていう、絵画による一大交響曲ですよ。でこれもね、これだと分かんないんだけど、寄ってみるとね、この一個一個の点の中にまたものすごい細かいあれがついてんだよ。同じ色に見えるやつなんかもまたそこにちょっと色付けしたりとか、テクスチャーがあるんだよ。ものすごい細かいんだよ実はこの絵。だからね、この子供が描いた絵どころじゃないんだよ。それもいい大人がね、相当必死になって描いてる絵なんだよこれ。でいい大人が相当難しい理論で全然理解できないぐらい難しい理論に基づいてできてる。それでクレー、まあ、このこれに、まあ、日記、この造形思考にせよね、このバウハウスの講義ノートにせよね、読んでもさっぱり分かんないんだけど一つだけもう分かってくるのは、クレーっていう人は要するに絵っていうのはすでにあるものを描くもんじゃないって言ってんだよ。だからその要するに写実的にね、顔をこう写すとかカメラを描くとかそういうもんじゃないと。たとえそれをもっと記号化してね、デフォルメしたり書いてもね、それはすでにあるものを書いてるじゃないかと、うん、違うと、無から生まれてくるものだと、無から生まれてくるのが本当の創造だと、うん、いうことを言ってるんだよこの人は、うん、それで物が無から生まれてくるにあたってはある種のなんか法則性があるって言ってるわけ、うん、無から有が生まれてくるときには それがね、それは方向だったりね、次元だったりね、質量だったりね、エネルギーだったり、そういう法則性があると、それにのっとって無から有を作るっていうのが本当の創造じゃないかと、うん、さらに言うならば創造のっていうのはその過程であって結果じゃないって言ってるわけ。だからこれはまあ、もちろんこういう作品として素晴らしいんだけど、この作品における創造とは何か、クリエーションとは何かって言ったら、これを点を一になってやってるそこだと、何にもないキャンバスにこの一大世界を構築していくその過程が作品なんだっていうね、これだけは伝わってくるんですよ。だからある意味もうその現代アートの根幹みたいなことを盛んにこの人言ってるんだよね。だからこれもそうなんですよ多分。これも何もないところがこの光のあれがバーッと出てきて、音楽と一緒で鳴り終わった時にはもう終わりなんですよ。絵もそういうもんだということをパウル・クレーさんはですね、もうね、繰り返し繰り返しおっしゃるわけですよ。でも読んでもわからないんですよ。ただそれの気持ちだけは伝わってくる。まあ、俺たちも分からないぐらいだから、ヒトラーはもっと分かんなかったんですよ。何言ってるんだって、頭おかしいじゃないかとあいつらって。それでまあスイスに逃げることになるわけなんですけれどもね、そこからまたもう一段階クレーはあるわけなんですけども、また次の機会があればそこはお話したいと思います。分かりましたか。だから何を描いてるか、色と形による一大交響曲描いています。以上です。